はい、モヘジです、サラダ感覚で食べれるうるいというのをいただいてみたいなと思います。雪うるいといって、多分室みたいなところで軟化させて作ったも、柔らかくして作ったもんだと思います。火に当てないでですね。なので綺麗な薄黄緑色をしてますので、本当にサラダ感覚で食べれると思うので、このまま生でいただいてみたいと思います。今日はですね、奥の部屋に置いてある、冬越しのための植物たちの水をやりをしようと思っていたのですけれど、忘れてしまいまして、先ほど水やりをしたので、ちょっとその後始末ができるまでは、夜散歩は控えようかなと思いましたので、それでうるいを食べてみることにしました。きれいに洗ってやります。50度以上の温度で洗い流しましたので、ウイルスも除菌されたんじゃないかと思います。野菜は50度の温度で、一時であれば平気ですからね。はい、それではいただいてみたいと思います。このままかじっちゃいます。まずは、これはですね、コチュジャンです。コチュジャンはですね、SB 食品さんのコチュジャンです。SB 食品さんのコチュジャン美味しいですから、皆様もお使いください。他のメーカーのコチュジャンも当然美味しいと思いますよ。はい。SB 食品もよろしいのかなと、それだけの話です。はい。別に、お手当てもらってませんので、SB 食品さんからは。いただいてみます。こんな感じになります。お野菜に癖はないですね。あ、ちょっと辛みがあるのかな？こちらの辛みかな？うん。ですね。うるいはギボウシですから、以前はユリ科の植物に入っていましたけれど、今は何だっけかな？広い意味では、リュウゼツランなんかの仲間になるんじゃなかったかな。山椒代わりにしても良さそうな感じですね。うん。私の愛用日本酒船口菊水一番搾り、これまだこんなに飲めが残ってるので、こんなにも残ってないです。これでも飲みながら、はい、というように酔えたら素晴らしいなと思いますけれど、はい、これです。これはですね、肉のハナマサで買ってきた、マービンチリソースです。最近これ使ってます。これでハンバーガーみたいなもの作ると美味しいですよ。タレに使うと。はい。マービンです。お手当てはマービンさんからもらってるわけではありませんけど。はい。では、これをつけて食べてみたいなと思います。いきます。うん、ほとんどマービンチーソースの味で食べてるようなもんですね。うるい自体のありはですね、ちょっと粘っこい感じがするかなという感じですけど、そんなでもないですね。癖がない野菜です。室で太陽の光を当てないで作ってると思いますので、だから、癖は少ないんだと思います。うん、これはこれで、あ、いいかもしれませんね。次はこれです。果実、金沢旅行へ行ってきました。果実といっても、2月の26日から2泊3日で、石川県金沢と、富山県の
五箇山など見学に回っておりました。その折にですね、ノートで見つけてきたのがですね、これです。これ添乗員さんが美味しいって言うんですよ。いしり流のポン酢ですね。はい、これを食べてみたいと思います。メーカーさん、製造メーカーさんは砺波醤油株式会社さんです。販売会社は有限会社金石さんです。これから、試してみたいと思います。はい、じゃ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 んじゃんじゃんじゃん。いしり、どういうもんでしたっけね。魚醤の仲間でしたっけかしら。うん、あ、ポン酢でも旨味がありますね。なるほどなるほど。なるほどなるほど。さて、次は何にしましょうかね。次は味噌にしようか、それとも私が作ったニンニク醤油じゃないや、ニラ醤油、どっちにしようかな。まあちょっとここで一杯いきましょうかね。アーモンばっかりなので鶏肉の焼いた焼き鳥でも食べたいような気がしますけど、ありませんので、はい、我慢してください。はい、わかりました。ではニラ醤油でいただいてみます。ニラ醤油、こうやってかけないと無理ですよね。こうやってかけても無理そうかもしれないけど下手くそだよね本当に。これで落とさないで食べれたら素晴らしいと思います。素晴らしいと思います。回転させて回転させて回転させて口の中に放り込みます。あーん、あー、醤油の味が強いですね。ニラの味も強いです。お互いにいいところを消し合ってるような感じもしなくもないような、するような、でも美味しいですよ。こんなにニラをたくさん食べてしまっては、もしこれから夜散歩でスナックに行くことがあって素敵なお姉様に、あら、チューしてもいいかしらなんて、もうチューできないかもしれませんね、臭くて、なんて妄想を働かせてどうするんでしょうかね。本当にまあかわいそうなところでございますね。まあいいじゃないですか、妄想ぐらい。もうそうなんですから、そうですかってなもんで聞いといてくださいな。では次はお味噌です。その前にお口直しです。菊水船口でございます。後で URL を入れておきますので、ぜひ購入してください。味噌はですね、少しだけお酒で、本当はみりんがあればよかったんでしょうけど、お酒で緩くしておきました。この味噌はかなり高級品のお味噌です。うちの近くで売っているスーパーの中で一番量が少なくて、一番量が少なくてというよりも少ない量のもので、値段は一番高かったやつです。はい。何を自慢してるんでしょうね。はい。いただきます。ちょっとなんでよくわからんけど、味噌の味ですね。はい、ではもう少し味噌つけて食べます。こんな感じになります。いただきます。味噌の味がきついですね。ちょっと工夫をしてみましょうかね。これにちょっと待ちあれ、お待ちあれ。
すんばらしいごま油を仕入れてきましたので、はい。こういうやつですね。マルホン。圧搾純正ごま油でございます。はい。これをいただいてみたいと思う。これを少しこの中に入れて混ぜてみようと思います。結構味噌とか醤油ってしょっぱくて、そのままだときついんですよね、私には。はい。これでこれ混ぜます。混ぜっこ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 。うん、香りが良くなってきました。あ、とてもいい香りですね。これでどうでしょうか。じゃあ、いただいてみたいと思います。はい、こんな感じになりました。うん、ごま油の香りが、ごま油の香りが、ぷーんと漂ってきます。でも、やっぱり、しょっぱいのは変わらないですね。あ、そうだ。なんでマヨネーズを試せないんでしょうね。マヨネーズ試してみたいと思います。しばしお待ちあれ。はい、マヨネーズを持ってきました。マヨネーズを試してみたいと思います。サラダの定番ですもんね。マヨネーズを試さないというのはダメでしょう。はい。うるいです。素敵なうるいですね。いただきまーす。マヨネーズです。うん、やっぱりマヨネーズが一番合うような感じですかね。はい、マヨネーズ美味しいです。ここで一杯、船口でございます。美味しいでございます。たくさん飲んではいけません、こんなお酒は。ウイスキーのようにちびらちびらと飲むのがよろしいかなと思います。そしてもう一つ、我が家の調味料はですね、あまり使いませんけど、親父味噌というのがあります。はい、これです。親父味噌でもいただいてみたいと思います。はい。親父だよーんと。では、もうちょっとこの下があればですね、栽培できるぐらいになるんですけどね。これだともう栽培はちょっときついですね。腐っちゃう方が先ですねかね。はい、親父味噌です。つけて食べてみます。あ、親父味噌も合いますね。うん、美味しいです。はい、これで一杯です。さて、最後の2分になりました。どうやって食べましょうか。はい、全部の調味料を混ぜ合わせちゃいます。どこで混ぜ合わせようかな。まずは、ここで混ぜ合わせちゃいましょうかね。味噌。味噌を親父味噌に入れちゃいました。そこが味噌です。なんて、下手なダジャレはやめなさいだね。本当にもうね、しょうがないね、おじさんは。はい、続いて、いしりポン酢です。入れちゃいますよ。いしりポン酢も入りました。次に入るのは全部ドロッとしているものですから、はい、スプーンで入れないと入りませんね。これはマービンチリソースですね。甘辛酸っぱってやつですね。はい、僕は知らんよ。でもどんな味になるのか。はい、コチュジャンです。コチュジャンも入れました。はい。ニラ醤油を先に入れましょうかね。
ニラ醤油でもね、全部入れるとしょっぱくなりそうなんだな、嫌だな。ニラの部分だけ出して、醤油の部分はちょっと残そうかな。はい、醤油こと言うよ。はい、ちょっと拭きましょうね、こぼれたので。最後にマヨネーズです。はい、汚れたお皿をちょっと戻してきますね。はい、しばし待ちやれ。それでは混ぜますよ。私こういうのでできればYouTube ライブでやりたいなとも思っているんですけどね、チャンネル登録者がまだたった9人ですからね、まあ、やっても誰も見てくれる人いないなと思うので、やる気が失せておりますけれど。さあ混ざりました。なんかすごい感じの地獄のようなお前だけ愛してる、かけるぜ命一つ、ここまで来たら後がないさ。帰りはないさ。石原裕次郎さんの地獄花ですね。麻生かるり子さんがセリフを言ってましたね。はい、それでは地獄のような地獄ドレッシングでいってみたいと思います。かけましょうね。かけて、はい、タレがこぼれないように口の中へ持ってきます。あ、何？これは何？ちょっとお口直し気薬でございます。船口でございます。これは何？塩辛のような味がするんですけど、塩辛です。イカの塩辛です。色もそんな形しません？してません？何なのこれ。本当にイカの塩辛のような味がするんですけど、色も何も、イカの塩辛とうるいを食べてる感じです。イカの味の、イカのような味がするからといっても、イカのようなイカ臭さ、塩辛臭さはありませんよ。不思議なもんですね。いや、不思議。はい、不思議ですね。こういった、ライブ動画をやってみたいなと思っております。皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。目標は1万人のチャンネル登録です。1000人ではありません。1万人のチャンネル登録が見事なった時は、私は顔出して YouTube に出ますよ。多分永遠にそんなことはないだろうから安心して言っております。はい、私らしき人物が映ってることがたまにありますけど、
私であって私ではあれはありませんのでね。写真も全てそうですけど、はい。私は、誰でしょう。怪人二次面相ではありませんけれど、はい。そうですね。はい。なんでしょう。わかりません。あ、酔っ払っちゃったふりしてるわ。じゃあ、この辺で、さよならでございます。その前に、イカの塩辛みたいな味になりました。色合いもそうですけど。あ、これは、取っといてみましょうかね。ピザにでも塗ってた、焼いて食べると美味しいかもしれません。はい。そんなことで、それじゃあ、ウリを食べる動画だったよ。さよならね。またね。バイね。ポチッとな。切るよ。はい、さよなら。ポチッ。